こんばんは。こんばんは。時間の10日日記なんですけど、はい、今日はワークショップに、はい、富田彩子さんがいらしていただきまして、久しぶりです。お変わりないですか？そうですね、はい、2人は仲良し。仲良しというわけで、なんだこれ、どうでした？いやー、なんか徹底的に来なきゃなって思いました。あ、東京に？そうというか、ワークをね、ちゃんと徹底的に受けなきゃ。やっぱり感覚って鈍るから、うん、忘れちゃう。2ヶ月経ってるじゃないですか。2ヶ月半ぐらい経ってるとあって、うん、もう経ってるんだよね。で、その間に別の芝居とかも経ってるけれども、やっぱりこの感覚は定期的に受けとかないと、体がどんどん、で、自分でなんかちゃんと記憶できる、で、身体能力も高い役者さんならいいんでしょうけど、私は残念ながらそうではないので、忘れちゃうなって思いました。でもね、能力が高くて、1回でできるしかって、まずいませんか。ねえ、はい、か。ということで、何回もやっても、実際あの公演中の稽古のこれってあの今日ワークショップやってるような内容ってそんなにできなかった。そう、できなかったですよね。だから実際はもうちょっと、ね、期間経ってるかもしれないけど、そう、うん、なんか期間を経ていろんなことがあって、久しぶりに受けてますが、こんなこともあるのかなとかっていうのでありますね。ピース、イエーカット、そんな感じなので、なのでですよ、はい、会えてよかった。私もだよ、うん、よかった本当にということで、はい、また、はい、富田さんが本当に来ますように。来ると思います、うん、